はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川ですメキシコペソ円のテクニカル分析を3分で解説します本日週初ということで週間見通しとなりますまずは結論から配、はい週足ボリンジャバンド一目金公表上昇トレンド進行中ストキャスティックス回シグナルが点灯ということで配、はい週足ベース堅調な推移を予想しております続きまして冷やしですはいボリンジャーバンド一目金公表上昇トレンド進行中ストキャスティックス回シグナルが点灯ということで日足ベースは上目線と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンス ご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す。赤い点線21周移動平均線上昇しております。週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、週足シフトキャスティックス買いシグナルが点灯しております。はい、こちら週足の一目均衡表です。綺麗な上昇トレンドの形状をしております。 はい、こちら日足のボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21日、移動平均線上昇中、はいそんな中、ローソク足といいますとプラスシグマラライン、えー、プラス2シグマラインに絡みながら上昇しております、週足ボリン,、えー、日足のボリンジャーバンド上昇、トレンド進行中、日足のストキャスティックス、買いシグナルが点灯、はい、最後、日足の一目均衡表です。はいこちらも上昇トレンドの形状ということです。はいそれでは今週のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずははササポポーートトラライインンですサポートラインは 8. 60レベル8.60レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは8.80レベル8.80レベルと考えております。 はいチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です、YouTube 概要欄から講座解説としてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロ以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です、さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、メキシコペソ円今週の予想レンジです。8.60レベルから8.80レベル、8.60レベルから8.80レベルということです。はい、ポイントです。 8.80内とということで、はい、チャート的には週足日冷やしのボリンジャーバンド一目均衡、上昇トレンド進行中、週足日冷やしのストキャスティックス、開始シグナルが点灯ということで、はい、メキシコペソ円今週の見通し、チャート形状的には、堅調な推移と考えております。メキシコペソ円今週の見通し、チャート形状的には、堅調な推移と見ております。なお、今週なんですけど、メキシコイベントあります。 28日月曜日、7月21時ですね、7月の貿易収支、29日火曜日、21時。 はい、4 6月月 GDP 確定値です31日木曜日21時7月の失業率9月1日金曜日ですねはい、24時から8月の製造業 PMI ということですえー、結果を受けましてマーケット動く可能性も考えられますお取引をされる際には十分ご注意ください最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります